ちょっとね、横当たりそうなんだよね。ギリギリですが。おお、下見た。結構取ったね。もう取りたいものがなくなってきた。もうちょっと取りすぎて、あんまり欲しいのなくなってきた。もう来たい、鍵を入ろう。太鼓できたの？できなかった。そうだ、おめえを取ってたの？うん。これ何よ。まずこれが魔法陣に君のスマホを置いて充電という魔法をかけよう。そう、それ気になるんだよね。あ、金魚のやつね。そうそう、これこれ前全然取れなかったやつだよね。これはスマホを置いたら充電されるってやつね。この上にこうやって置いたら、うん、充電されるんだ。それで多分、そうかな。それでもよ、一個よく、そうかもよ。え、そうかもよ。だって視線刺さなくていいんだよね。そうそう、もうこれだけで。見てよ、ほら。あ、撮ったの？そうだ。へえ。やってみる？せっかくだから。やってみよう。トークの携帯で。待ってね。やろうか。これで刺すでしょ？おお。おお。すごい。すごい。これ。すっごいイルミネーションだね。うん。で。うん。こうか。これで充電されてるの？これ。そうよ。なんかね、丸バツ書いてたよ。ああ、そうなの。出て、ほら、安定してされない。携帯カバーが分厚いのかな。いきます。はい、ピッ。逆ち、絶対違うよそれ。え、これを充電しとかなきゃいけないじゃない、もっと。やっぱりそれは違う。あ、なった、なった、なった。この青とか緑とかは、あ、青くなるって書いてたよ。これこうなるって書いてた。いきます。はい、3、2、1。赤が分厚いのだったらダメなんだ。ダメなんだね。じゃあソナの携帯を。ソナのにいけると思う。持ってきて。ソナの結構分厚いよ。反応するときと反応しないときがあるね。あ、アイスのやつをしたんだけど。うん、せーの。なので、だから冷えてる？冷えてる。あ、これで冷えるね。あ、ほんとほんと。で、これで熱持っても大丈夫。はい。ということで次の商品は？こっちでー。はーい。こっちがこれー。おー、これね。あ、五扇風機の、うんうん、ダイソンみたいな、ね、羽なし版、うんうん、あ、これ。あ、金魚が入ってるんだ。あ、金魚も入ってるの？そうそう、金魚入れなのよ。これなんか良さそうだね。あ、はい、え、すごい。しかも強そう。ダイソン、ダイソン。そう、羽がないのよ。羽がないから子供にはいいね。風量で言うと、うん、どういう感じ？いくよ。ぐらい。それ弱いなぁ、弱い。まあでも外にいたら暑い時はいいかもしれない。どう？あ、これをこんな感じ。わかりやすい。めっちゃわかりやすい。ここの中に金魚入れると。あ、で水入れるんじゃない？あ、水？何？うんうん、お魚を入れてくださいだって。うんうん、なるほど。で、中性洗剤を1滴入れてくださいだって。はい。入った。うん、入ったね。入った。なんで洗剤入れなきゃいけないんだろうね。なんかぬるっとして金魚が泳ぐらしい。あー、蓋をつけてまし、つけまして、ロケンロールなるらしい。え、スイッチ、あとこれオンで。そうね、ちょっと充電がなさそうね。困った時の、困った時の充電器挿す。はい。あ、光ってるよ。あ、光ってる。で、音楽を。あ、光ってる、光ってる。なんか音楽流してよ。うん、うん、じゃあ電気消します。らしい。ちょっとじゃあ私たちの動画流します。あ、そうしましょう。パプリカ流します。はい。ただめちゃくちゃ音がちっちゃい。これボリューム調整できないのかな。これなんだろう。あ、色が変わる。あ、色が変わるのね。あ、綺麗綺麗綺麗。さっきのが一番わかりやすい。これが何色？これ、うん、これか。紫がわかりやすい。紫。あ、うん、あ、これもわかる、わかる、わかりやすい。ただめちゃくちゃ音がちっちゃい。でもキャンプとかにいいんじゃない？あ、これ多分携帯の本当の音で聞く方が、本当のこっちの方が大きい。ちょっと、でもさ、こう金魚ちゃんの舞う感じもほら、あ、そんなことないよ。こっちの方が聞きやすいかも。あ、本当？うん。どう？あ、こんな感じよ。お願いします。はい。チャレー。
私ね枕気になってこれすごかったすごいね3発撮り3発撮りこのこういうタイプこんなの全部嘘ですから、全部嘘この辺グッと押してくるーんって回ってそのまま落ちるからそれね分かんなかったよねやっぱねみんなこれ嘘嘘これ嘘だよ気をつけてフェイクねここ押したらいいからここ押したらくるーんって回るからここを左の爪でくっと落ちるからねそうかったそうかったバーンと落ちたねよしじゃあ開けてみますはいじゃあカメラがこれは誰の枕になるのでしょうか私です私の枕になるのでしょうか赤色赤色本当だ赤色だあの1個目取ったのすごかったね一発撮りいやすごかったあれすごいよあしかもこれ財布じゃんほらあ財布人形のないのねこうほら50円は入れれる50円1枚財布かわいい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 いいやはいどうですかお客様あいいですか普通普通ですかじゃあトーク寝てもらおうちょ寝ていいこれ YouTube 見てあ、でもいいかもね、サナの部屋にも、うんうん、一回寝てみていいパパ高さがちょうどいいのかな今眠たくない眠たくない眠りを誘う枕なのかなそれはいいねちょっと寝てみますねうわーああでもどうですかおおなんかいいかもいいいいかもいいかもしれないいいかも背中からあれこれいいかもよちょっと金魚ちゃん注意金魚ちゃん注意してくださいねでもさずっと上向いとかないとダメなの横も向けるんじゃないそりゃあどうこうどうなのあトモくんファンにこう寝顔をプレゼントするわもうダメもうダメ寝てるよ実際それぐらいのエメッキ書きますんでね寝てみるえ寝てみてよちょっと、うんうんうん、あいいかもいいあ、でも横もいいよこれ横もいいもう次の行っちゃってるねあごめんごめん次の行っちゃってるよ、ね、今ミューのなんか映画やってるんでしょそうだからちょっと撮ろうと思ってかぶりついてミューっていうのそう2、3回で撮れたこれなんかあの前撮ったやつより険しいね顔がねだいぶご立腹でエイリアンっぽいねエイリアンなのねあエイリアンなのねこれもやったことないんですそうなのねごめんねそんなもんあとこれなんか変なんじゃなくて何これこれが一番お金かかったそうなのこれポーチポーチこれ何中身入りこれそう中身入りかわいいでしょかわいいねでもこれこっちのポーチの方が使いやすいんじゃないそうでしょえこれソナが入れたんだよね、うん、入れるのあこれもともと入ってたのうんあだから重かったんだそれ重りだ落ちるようにちょやらしいねあとさこれのさもう一個いたと思うんだけどあ本当だ2個取ったもんねあれこれ何て言ったの誰かだけ取れなかったけどあそれソナが取った方のプリンあプリンっていうのこれ違うこれミュウじゃないこれミュウ本当だミュウかミュウだったこれほらこれもまたちょっとあ100円1枚は入れれるね入れるこれの方がやっぱ入るよそれ重り入ってたねやられたなんか重たいなとサービス代って書いてるのになんか重たいなと思ったのよあそうなのね重りが入ってたのねいくよパカお何これこれはさっきと一緒ワイヤレスあ車用あえ何違うか充電器あだからこう車でさ、うんうん、エアコンのとこにこう挿してるじゃん、うんうん、で携帯を充電したいなと、うんうん思った時はまあまあまあカバーはもうしてないとして、うんうんうん、近づけたら勝手に開くとで勝手に閉じてくれるとおなるほどで充電ができてるっていう噂これ取れてるあ取り出す時は背面をタッチこれ取れてるこうだってこう入れるで充電もできるできてる時もある時もあるそうじゃあやっぱこれが一番大きな効果だったかな今日のあれはこれかもねそうだねそうだ本当にこの部屋でさ YouTube 見るときこうやって見れるじゃん、うん、使ったらうんいらないいるあじゃあ使ってよでこれでこうやってスピーカーこう携帯挿してであのワイヤレスで充電してワイヤレスで充電しながらじゃあこうってそうそうそうこの中でね生活して結構取りましたねまあこれでワイヤレス充電はなかなかだから気まぐれってことは分かったねそうだ、まあ、もっとうまいやり方があるのかもしれないうんうんうんじゃあもう、やっか横入れてもらっていいおやすみおやすみ私も入れてよ私も入れてよ来た来た来たまあまあちょっと入れてよー
あれ好きだ。